はい、どうも皆さんこんにちは。ピオツキチャンネル予約主のピオタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はですねこちら姫灘出現のステージ3からやっていきたいと思います。こちら水属性が9で、まあウェーブが3なので、まあ前回のまんまで言えば333で、パンパンパーンと出てくる感じになると思います。で、パーティーはこんな感じ。はい、まあとりあえず地属性メインで固めていてのいつもの感じですね。で、CT ブースト要因が ×2 の速度アップ ×2 みたいな感じの編成でやってみたいと思います。では行きましょう。姫灘出現ステージ3。さあ今日はちょっと諸事情によって早終わらせたいっていう感じなんですけれども、まあ理由はさっき上の方に書いてありました。はい、気になる方はね飼育場をずらしてみてください。特に大した理由でもないですけれども。では、どうしましょう。先に敵の能力から見ていきましょう。チビスターちゃん TP 2技威力250、炸裂攻撃の防御こちら側の防御を 10% 減少で、全能力を 50% 上昇の能力減少 100% 防御で、チビチルノちゃん TP 2技威力200、全体攻撃の CT 50% 減少で、50% 決壊と、攻撃時速度 20% ダウンとで、スワコ様 TP 1技威力200、貫通攻撃の速度 20% 減少、そして瀕死特攻 100% と。まあ一番厄介なのはまあ何を差し引いてもスワコ様っていう感じな気しますけれどもね。まあスターちゃんの自強化で上げてられてる分をカットはできてもねそれ以上下げられないっていうのは反転じゃない分いいんですけれども、そういうね 100% 防御っていうのは厄介ですけれども、それよりも瀕死特攻はちょっとね相手にしてる時に油断がならないっていうのが一番怖いですよね。死にそうな時ほど強いって一番嫌なパターンです。で、どうしましょう。 CT 増加とかをかけてるんだったらこっちは入れ替えておいた方がいいのかな。よいしょ。これで先動くのは多分まあ、水尾さんが先動いてくれるんじゃないかな。残念ながらそこら辺の知識は最近どっかに行ってしまってるんでね。さあとりあえずまみぞうさん先に動いてくれたのでチャージまで使って自強化チャージのワンパンで飛ばせませんか。おい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 、チビスターちゃんが残り約2000のチビスワコ様が、てかチビじゃないわ、これスワコ様が残り1300くらい。なるほど、ギリギリ本当にほんとちょっとだけがっていうぐらいでしたね。他のキャラクターにしても良かった気するな、それなら。あれというか、まあちょっと、新しく来たキャラクターの方を見ていきましょう。チビレディちゃん TP2 技威力250、全体攻撃の速度 20% 減少、そして、全体の攻撃と防御 25% ダウンと。で、チビムラサちゃんが、TP1 技威力150、重列攻撃の CT 20% 減少、そしてこちら側の速度 50% ダウン。50% ダウン？なかなかえげつないですね。50はやべえよ。で、攻撃時 CT にも 25% のダメージ。全体ですしね、対象。で、チビニトリちゃんが TP2 技威力50、貫通攻撃を3回と。で、これが 50% 決壊と CT ダメージ 100% 防御。チビニトリちゃんも厄介ですけれども、そうですね、チビムラサちゃんが一番食らうとまずい。まあ最悪能力減少は回復できるっていうのはあるんですけれども、イエー1ならどうしよう。あーでもちょっと使わない方がいいかな。 CT カットしていきましょう。さあ 50% 決壊を張られる、そして能力上昇 30% 緩和されていく。だが天使ちゃんはここで使えるんでね、なんとでもなると。どうしよっか、高速アップの方を打つか。まあまだムラサちゃんはそんなに動かないんで、チビムラサちゃんを、動かないところをかけていきましょう。どんどんいきましょう。でもなー、チビニトリ残ってるのが傍から見てて怖いんで、単体でチビニトリちゃん OK。
これは単体でチビニトリちゃん取りに行った方がいいと思う。っていうことでね。で、天使さんはどんどん自強化をかけていきましょう。もうそろそろ多分、SP とか回復に回してもいいはず。で、CT を削る。OK。で、全体攻撃はしなくていいんじゃないかな今は。とりあえず、全体攻撃は今はいいとして、ちょっと消費の SP が少なめの方にしましょう。で、自強化をかけていこう。で、トリニタリアンラプソディ。OK です。いい感じですね。さあ、初手から来る。チビトヨ姫。チビトヨ姫ちゃんが TP、2技威力250、全体攻撃の CT50% 減少。んで、CT ブーストが 100% と。で、こっちがレティちゃんですよね。TP、1技威力150、全体攻撃の速度 10% 減少。で、全体の攻撃と防御を 25% ダウンの攻撃時 CT にも 25% のダメージ。で、チルノちゃんが TP2 技威力200、全体攻撃の CT50% 減少。で、攻撃時に、速度を 20% 減少と。まあ、そんなに言うほど、ボスっていうボスではないですかね。どうしよっか。これはもうちょい自強化詰めるか。天使ちゃんが、そうですね、まだ詰めそうですね。し、TP は、もう一ターン後にカットしてもいいだろうっていう判断で、そうしましょう。問題はこっちが打てないのか、ちょっと休ませましょうか。休んどけ。で、どうせ防御上がらないけど防御は上げちゃうと。で、さっきのやつを考えると CT50 カットってこれなんで、こっちも天使ちゃんも CT5、30% カットのやつ打っておきましょう。ちょっとで SP とかも上げて、高速減少からの CT を 30% リーから下げる。そしてマミゾウさん、攻撃と速度を上げてのチャージ。これで多分、ほぼ全員ワンパンでいけるんじゃないか。ドン。OK です。よかった。倒しましたね、ゴールドエッグが、15個。もうすでに。もうなんか最近ゴールドよりブロンズの方が欲しいっていうレベルになってるんでね。まあ多分真面目にいろいろやり始めたらまたゴールドも減ってくるんですけれども。さあさあさあ。次のステージは火が9ですか。じゃあ、もう一回パーティー編成してまいります。はい、ということでパーティー編成してまいりました。まあ、こっちの方で見せた方がいいか。水属性のアタッカーとして無限姉妹。そして、TP 削り役、SP 配り役としての、これサンタレミリアさんですか。そして、メインサポーターがエレンちゃん。サブのサポーターが他のキャラクターたちとなっております。まあ、毎回毎回ね、水属性の、パーティーを作るとき思うんですけれども、僕のところには、ですけれども、水属性のこういう能力減少回復系がねいないので、いつもエレンちゃんとか他のキャラクターで代用してるんですよね。まあエクストラチケット使って水着の大妖精ちゃんとか取ってもいいとは思うんですけれどもね。これでも現状バランスはよくできてるからいっかって思っちゃうんですよね。では行きましょう。まあ一応裏の方で取るかもしれないです。取ったらまた報告いたします。ではまず敵の能力を見ていきましょう。向こうさんか。ティーサラさん、TB チャー財力250、単体攻撃の CT50% 減少。で、5回の 20% 障壁と、自強化で攻撃と速度 50% アップ。そして向こうさん、TP チャー財力150、炸裂攻撃の自分の防御、違う、自分の防御 10% 減少じゃない。防御 10% 減少。そして、TP チャー財力300の単体攻撃と、能力減少を、100で防御と。で、オリンちゃん TP チャー財力150、炸裂攻撃の与えたダメージの 20% の HP を吸収。または、TP チャーザの威力200、貫通攻撃の自分の速度 20% 上昇。そして、自強化で攻撃と防御を 50% アップと。まあ、全員が全員、総じて厄介は厄介ですね。HP を吸収するオリンちゃんの TP 技は、なるべくというかほぼ絶対マストで発動させたくはない技ですね。
HP 吸収はね、結構バカにできないんですよね。自分も使うんでよくわかりますけれども、結構バカにならない強さを誇るんで、なるべく発動させないじゃなくて、もう発動させたくないみたいな感じですよね。まあ、TP 技は装置で発動はさせたくはないんですけれども、CT 削ったり、能力減少 50% とか削ってきたり、まあ 100% だったりするときもありますけれども、まあ何が何でも TP 技っていうのは打たせるべきではないっていう感じではありますよね。では行きましょう。ブランミラージュ、ドン。からの無限共鳴、死なない。そして、レミリアさんはどうしよう。幼きデーモンロードを使うのはいいんですけれども。SP 回復よりかは、いやでも SP 回復ディレイなんで、多分上のね、技トリックスターデビル使ってればすぐに回復できるぐらいですね。で、とりあえず幻月ちゃんが障壁打ってからのチャージも一応しておきましょう。どうせ溜まると思うので。さあ次出てきたキャラクターを見ていきましょう。止まってますけれどもね、画面は。いきなりパゴーンつってね、ペコーンつってくるんで、はい、来ました。ということで見ていきましょう。またモコウさんですか。モコウさん、TP に技威力200、全体攻撃の防御 10% 減少、そして、能力減少 100% 防御と。で、サニーちゃん TP1 技威力150、炸裂攻撃の防御、防御じゃない、炸裂攻撃の攻撃 10% 減少で、50% 決壊。そしてからのフランちゃん。TP3 技威力250、全体攻撃の攻撃ガード貫通。そしてチャージ 100% の瀕死特攻 100%。TP はね、ほぼほぼ溜まらないですけど、溜まった状態でね、チャージと合わさって瀕死特攻が入ると、まあ、体感ですけれども、どんなキャラクターもワンパンで落としてくるっていう気がします。はい。まあ、体感ですけれどもね、耐えられる人がいたら、まあ、よっぽど防御特化とか障壁で防いでるとか、そういうやつじゃないと防げないっていう認識ですね、現在は。まあ、そうそう TP さんも試させはしませんけどもね、うまいこと周りがこちら側の CT とか行動を阻害しまくるとありそうなんでね。あれ、無限共鳴ってこんなに威力あったっけ。威力300の低燃費付き？あれ？こんなんだったっけ？そもそも。あんまり最近よく見てなかったせいで、あんまり、ん？ってなりますね。さあさあさあ、とりあえず無限共鳴使えるんで、どんどん打っていきましょう。で、このレミリアさんはちょっとね、周りが CT 溜まってきてるんで、今回は削りに行きましょう。そしてと、いいですね。配るおかげで、どんどん打てますね。ブランミラージュ、ドーンと。からの無限共鳴、強い。いやー、強いな。ということで見ていきましょう。パッチェさん、TP1 技威力100、全体攻撃の防御 10% 減少、または、TP1 技威力150、重烈攻撃の能力上昇 20% 緩和。そして、攻撃ダメージが100だからチャージ 100% ですか。で、リカちゃんが、TP1 技威力150、全体攻撃の能力上昇 20% 緩和。そして自強化で防御と速度 50% 上昇。よいしょ。じゃあ次、リリー・ホワイトちゃん、TP1 技威力150、全体攻撃の攻撃 10% 減少、そして、味方全体の減少は 25% 回復の、こちら側の攻撃と速度を 25% ダウンと。さあ、まだ、リリー・ホワイトちゃんにはね、出番が早い。まだ春じゃないです。まあ、新春は過ぎましたけどね。さあさあさあ、どんどんやっていきましょう、無限共鳴。こんなにバカスカ打てましたっけ？すぐなんか、レミリアさんの補助があっても、なんか、半分くらいを低迷してる印象があるんですけれども、SP は。こんなに SP って残ってたっけ？特に無月ちゃん。無月ちゃんはね、ディレイ技も相まってかなり消費の SP が多いはずなんですけれども。こんなに高速で回復できたっけ？さあさあさあ。動かれちゃったね。今、普
通に CT 削りに行った方が良かったですね。さあさあさあ、レミリアさん、次はさすがに動かせない。クイーンオブミッドナイツ、オッケー、ダブルキル、そして最後は無限強をメイ、オッケーです。倒せましたね。やっぱりうん、 SP 配れる役一人と、あとは動ける攻撃役みたいなのがいるといいですね。問題はこういうキャラだからいいけどもっていう感じですね。二人揃ってないと無限姉妹とか、あとは飛風クラブとか、そういうキャラクターって二人揃ってないとっていうのが条件になってきちゃうので、まあ厳密には二人揃ってないとっていうか、同じスキル持ちがってなっちゃうんですけれども、まあそういうことを踏まえるとね、片方がいなくなると威力がかなり下がっちゃうのが難点なんですけれども、こう保てる状態でやるとかなり強いですよね。ということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。